こんにちは、バーテンダーの直人です。今日はバーボンウイスキーウォーターフィル&フレイザー、この子紹介したいと思います。必殺技みたいでね、すっごいかっこいい名前なんですけども、めちゃくちゃ優しいんです。がっつりバーボンが好きな方にとってはバーボン水のごとしですね。ご覧いただいているのは80年代のウォーターフィル&フレイザーなんですけども、日本ではこの子しかほとんどお見かけしないんですが、海外のサイトを見ると8年や12年や18年など長期熟成もあるようなんですね。飲んでみたいので非常に興味深いです。この子日本ではあまり知られてないんですけども、アメリカでは結構有名なようで、歴史も古く品種法時代より前から作られていました。しかも品種法時代はメキシコに蒸留所を作って、そこからアメリカに密輸していったみたいです。その後1933年にフランクフォートに新しく蒸留所を作り、ここでしばらくウイスキーを作ってたらしいんですけども、この子記載はオーエンズボロになっているので、そこにも新しい蒸留所ができてたんだと思います。マッシュビルはコーンが 51% とめちゃくちゃ低いのは分かるんですけども、大麦麦がライ麦、こちらの分量は分かりません。熟成年数は4年、度数は80年代にしては珍しく、この子も80フルーツ40度です。おすすめの飲み方はソーダ割りや水割りにしてしまうとマジでバーボン感が分からなくなってくるので、ストレート一択です。それでは今日は1980年代のウォーターフィル&フレイザー、飲んでみたいと思います。まずは香り。あ、めっちゃほのかだな、バーボン感。次に味。うまい。この子は素朴でほんわかしたインドア派の村の少年。あまりにも外に出てないため、周りからすごく影が薄く見られており、忘れ去られやすい、そんなイメージです。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、ウォーターフィル&フレイザー、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、いいねボタンを押していただき、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。